ダヤン・ハーンは、モンゴルの第34代ハーン。長らく分裂状態にあったモンゴル諸部を再統一し、ハーンの権威を回復させた。本名は、バトゥモンケ。明朝で編纂された、漢文資料では、大元大加賀や小王子、あるいは達しのべ汗と記されている。ダヤン・ハーンは、モンゴル中高の祖として称賛されており、モンゴルの諸王公は、チンギスカン。 セチェンカーンに次ぐ偉人としてダヤンハーンを位置づけている。現在のモンゴル国におけるチンギスカンの末裔は大部分がダヤンハーンの流れを組んでいる。15世紀の東アジア諸国と北方諸民族。チンギスカンの末裔として15世紀当時のモンゴル高原においてハーンになる資格を唯一有する家系とみなされたボルジギン氏に生まれた。しかし、 バトゥモン家以前の時代には、登述する政治的混乱のために、チンギスカン一族の記録や伝承が混乱しており、チンギスからバトゥモン家に至る系譜は確実ではない。ただ、傍傷や後の時代の系譜書から、歴史家は、バトゥモン家が、元の清祖、クビライの後営にあたると考えている。ドルベン・オイラトの指導者、エッセン大使は、トクトアブハ・タイスン・ハーンを擁立して、 ドチンモンゴルを滅ぼし、モンゴル高原を統一した。やがて、エッセンとタイスンハーンが対立するようになると、タイスンハーンの弟アクバルジジノンは兄を裏切って、エッセンに味方し、このために、タイスンハーンは、破れて殺された。しかし間もなくアクバルジジノンもまたエッセンに殺され、ついに、範囲についたエッセンは、チンギスへの多くを皆殺しにして、チンギス島原理は崩れた。 アクバルジジノンの息子、ハルグチャクも、父と共に殺されたが、その妻は、エセンの娘、セチェクヒシであったため、両者の息子バヤンモンケは、エセンの殺戮を免れた。シンギス島原理を破って、ハーニーについたエセンに、モンゴルの諸侯は反発し、エセンは即位後一年で死意逆されてしまった。エセンの死後、モンゴル高原では、 これといった有力者を核混乱時代に突入し、アスト、ハラチン集団を率いるボディダルマ、ボライ大イシラ・オンリュート集団を率いるボルナイ、ドーラン大ジ・モーリハイラ・ドルベンオイラとの残党を率いるエセンの息子、オシテムルラがしのぎを削った。一方、成長したバヤンモン家は、オルドス地方を根拠地とする、ウルート部のオロチュ少子と同盟を組み、 その娘しきる大号をめとり、ボルフジノンと称して、勢力を拡大した。こうして、1475年頃までに、モンゴル高原の諸集団は、西方から移住してきた、ヨンシエブブのベグアルスラン、タイスンハーンの末程で、ボルフジノンの王子にあたるマンドゥルン、そしてボルフジノンの三つの勢力に修練されていった。この三者は、当初三月関係にあったが、 ベグアルスランがマンドゥルン・ハーンを衰退するとボルフ・ジノンは排斥されるようになった。ベグアルスランの続定でマンドゥルン・ハーンの副心の部下であるイスマイルはボルフ・ジノンを攻めてその財産を略奪し、ボルフ・ジノンの妻仕切る大号を奪って自らの妻としてしまった。そして1476年にボルフ・ジノンは副心の部下モンケと共に殺され、 ボルフジノーンと、シキル大号の息子バトゥモンケは、義父となった、イスマイルの下で過ごすこととなった。イスマイルの下で当初は、バルガチンのバファイがバトゥモンケの面倒を見ていたが、存在に扱われたために、バトゥモンケはエキノコックスに感染してしまった。見かねたタンラカルのテムルハダクと、サイハイ夫妻がバトゥモンケを引き取り、サイハイは何度もバトゥモンケをすることで病気を癒した。 このように、バトゥモン家の幼年時代は、不幸なものであったが、マンドゥルン・ハーンには、男児がいなかったため、その死後に、バトゥモン家は、チンギスカンの血を引くほとんど唯一の男子として、注目されることとなる。マンドゥフイ・ハトゥンの記念碑1479年、マンドゥルン・ハーンが崩御した時、後継ぎがいなかったためハーンが空位となった。17世紀半ばに、サガンセチェンが表した。 盲古源流によると、この時ホルチン部の君主、ウネバラとは自らが、チンギスカンの弟ジョチカサルの子孫であることから、マンドゥルンの未亡人と結婚すれば、範囲を得られると考えた。そこで、トゥメトブに属するオングとお得出身の皇后マンドゥフイ、ハトゥンに求婚したが、マンドゥフイは、チンギスカンの子孫の生き残りであるバトゥモン家が民間で、暮らしていることを持ち出して断り、 当時7歳となっていたバトゥモン家と再婚したという。こうして、バトゥモン家は、マンドゥフイハトゥンとの結婚を経て、エシハトゥンの霊前で、ハーンに即位し、ダヤンウルスを支配するようにとダヤンハーンを称した。ダヤンハーンの即位年には、諸説あるが、聖火16年には、民軍が、イネーカイコで、ダヤンハーン率いるモンゴル軍と感化を交えたことが、 記録されており、前年の1479年に即位したとする説が有力である。一方、明朝の漢文資料は、マンドゥフイ・ハトゥンについて、全く言及しておらず、かつてマンドゥルン・ハーンの側近であった、ヨンシエブブのイスマイル、モンゴルトゥメトブのトゥルゲンガ・バトモン家を擁立したと、記している。このため、実際には、マンドゥフイの配慮とイスマイルの後ろ盾、二つの、 要因によって、バットモン家は、即位できたのだと考えられている。ダヤンハーンという称号は、明朝で、大本大河岸と記録されている。このため、ダヤンというハーン語は、クビライ王家の国語である、大本がモンゴル語に取り入れられたものと言われ、バットモン家の大本ウルス最高を目指す意志を表すと、解されている。しかし、 モンゴル年代記が編纂されるようになった17から18世紀には、すでに、ダイアンの本来の意味が半ば忘れ去られており、大元ウルスを支配する、ハーンではなく、すべての人民を支配する、ハーンといった意味で解釈する、年代記も存在する。また、大元ウルイコール元朝はすでに滅亡したという、立場を取る明朝は一度を除いて、ダイアンハーンを、 大元大加岸と称することはなく、その存命中は、小王子と呼び続けた。これが、ダヤンハーンの年代の否定を難しくする要因の一つとなっている。ダヤンハーンは、数多くの敵対者を滅ぼし、モンゴルの再統一を果たしたことで知られるが、その業績は、ヨンシエブブのイスマイル討伐、オイラトエンセイ、右翼サントゥメン平定、ウリアンハンの解体。 の大きく四つに分けられる。ただし、このうちウリアンハンの解体のみは、実際には、ダヤンハーンの孫ボディアラク、ハーンの業績であって、ダヤンハーンの業績ではない。前述したようにイスマイルは、ダヤンハーンの義父にあたる人物であり、ダヤンハーン即位の最大の後ろ盾であった。ダヤンハーンを区別としたイスマイルは、聖火16年から、 聖火18年にかけて、勢力を拡大し、東方では、ウリアンハイ 3A を征服し、南方では明朝で略奪を行うなど次第に、増長していった。成長したダヤンハーンはもはや、イスマイルの先見を許さず、聖火19年には、ゴルラスの戸越少子らを派遣して、イスマイルを敗走させた。アルタントップ地では、アラクという女性が戸越率いる軍が接近している。 ことに気づいたため、イスマイルは、妻の用意した紅れなクリゲの馬に乗って逃げ出した。ところで、土ご少子に見つかって殺されたという逸話を伝えているが、イスマイルがこの戦いで死んだというのは事実ではない。漢文資料では、ダヤンハーンに敗れたイスマイルは、自らの根拠地である、ハミル方面に逃走し、オイラト部族連合と同盟を組んだと記されている。また、 アルタンとプチはこの戦役に参加した諸将の名前を大量に記録しており、ゴルラスのトゴチ少子、ホーチとのエセントゲル、チャガンアマ、チュブンバートル、ミンガートのアルルトモーラン、ケシクテンのバルチ、タタルのトルゴンハラ、サラバトラット、ケムジュートのコリバイスク、ゴルラスのババハイウルルク、タラチンのバガソハイ、ブルバクのモンケ、といった名前が挙げられている。この時、 小後地少子は、ダヤンハーンの母シキル大号を見つけて連れて帰ろうと、したが、すでに、イスマイルとの間に二人の息子を得ていた、シキル大号は、イスマイルとの別離を泣いて惜しんだため、モンゴル人の嘲笑を受け、それから間もなく亡くなったという。テス・ブルト・ダヤンハーンの即位直後、オイラトとモンゴルの関係は、比較的安定しており、成果20年には、 ダヤンハーンとケシクオロクが協力して、明朝に進行しようとしている、という報告が明朝朝廷に寄せられている。しかし、生下22年、当時ドルベンオイラ島を支配していたケシクオロクは、ハミル方面に逃れてきたイスマイルと同盟を組んだため、ダヤンハーンの攻撃対象に加えられるようになった。妙長の記録によると、同年秋にダ、ダヤンハーンは再び、イスマイル。 ケシクオロクの連合軍を攻め、両者は戦死したという。一方、モンゴル年代記では、ダヤンハーンが幼い頃、マンドゥフイ・ハトゥンによって行われた、オイラト遠征が二つが記されており、このどちらかが、漢文資料に記されるダヤンハーンとによる、オイラト遠征と一致すると見られている。一つ目のオイラト遠征は、結婚したばかりのマンドゥフイ・ハトゥンが幼いダヤンハーンを、 箱に入れてオイラトに遠征し、テスブルトでオイラトに勝利したというものであるが、これは、史実ではないと見られている。もう一つのオイラト遠征は、マンドゥフイが四度目の妊娠中に、オイラトに遠征し、マンドゥフイが落馬するなどの危険に遭いながら、コンギラトのエセレダイブラの助けを得て、無事帰還し、落ちるボラトラを出産したというものである。この記述によって、 この頃の周辺勢力との戦いの最中ダヤン・ハーンは26歳年長のマンドゥフイ・ハトゥンとの間に儲けた7人をはじめ何人かの皇妃との間に合わせて11人の男子を儲けていたことが確認される1486年以後もダヤン・ハーンとオイラとの交渉は断続的に続いていたようでダヤン・ハーンの死後である皇9年まで明朝には ダヤンハーンとオイラトが争っていたことが伝えられている。ダヤンハーン及びその後継者たちとの抗争で、オイラトの勢力は大幅に弱体化したようで、ダヤンハーンのオイラト遠征によってオイラトとミオ朝の交易路は絶たれ、永楽年間から続けられてきたオイラトによる兆候は、この時期途絶えることとなった。各種モンゴル年代記で、ダヤンハーン最大の事業として記されるのが、 右翼サントゥメンの平定である。この戦役ではモンゴルが二つの勢力に分断され、ダヤンハーンに忠実な左翼サントゥメンとダヤンハーンに反抗的な右翼サントゥメンとの戦いという形になり、アルタンハーン伝はこれを二つのダイウルスの不和と表現している。オルドス、トゥメとンシエブの三部はそれぞれマンドゥルンハーンの時代のボルフジノの勢力、 トゥルゲンの勢力、ベグ・アルスランの勢力の後ろ身であり、ダヤン・ハーンの知性には、トゥメトブをホサイ・タブナンが、オレドスブを、マンドライ・アカラクが、ヨンシエブブを、イブラヒム大使がそれぞれ治めていた。これら3名は、形式上は、ダヤン・ハーンの統治下にありながら、その強大な軍事力でもってしばしば、ダヤン・ハーンに反抗的な態度をとっていた。モンゴル年代記によると、 ある時ダヤンハーンが、自らの次男ウルス・ボラトに、呪文の称号を与え、右翼サントゥメンを統括させようとしたところ、これに反発したオルドス部首長マンドライト4シエブ部首長イブラヒムが、ウルス・ボラトを殺したことが、右翼サントゥメンの反乱のきっかけになったという。モンゴル年代記が共通して、オルドスのマンドライアカロクと4シエブのイブラヒム大使を、反乱の主体とするのに対し、 トゥメトの補イ・タブナンが、この反乱に、どの程度関与していたかは資料によって記述が異なる。しかし、明朝の漢文資料では、マンドライやイブラヒムよりむしろ補イの方が反乱の主体であるかのように書かれていること。モンゴル年代記でも、補イの動向は不明でも、トゥメト部の反乱参加が明記されていることなどから、補イ・タブナンが最初から最後まで反乱に加担していた。 ことは確実視されている。ウルス・ボラと殺害事件が起こり、右翼サントゥメンの討伐を決めたダヤン・ハーンが最初に戦ったのは、モンゴル・トゥメトブの補佐イタブなんであった。明朝の資料には、聖徳三年にトゥメトブの捕虜になっていた、肝心骨石弓骨が、モンゴル人が内部抗争を起こしている隙をついて、明朝に来、下したことが記されており、これが、 ダヤンハーンとホサイタブナンの衝突を伝えたものとされている。しかし、ダヤンハーンはこのトゥメトとの初戦で敗北を喫し,し、続いて、ガハイエレスンの敗戦を味わうこととなった。猛虎源流では、ウルスボラとの死を知ったダヤンハーンは、右翼サントゥメンを討伐するために出陣したが、温言山渓谷のトゥルゲンカワカハンで牛を追い立てる、音を敵襲と勘違いし、 退却してしまったと伝えている。猛虎源流はこれに続けて、退却するダヤンハーン軍を右翼サントゥメン軍が追撃し、ガハイエレスンの地で逃げ遅れた景色店お得とケムジュート、お得を破ったと記す。この一連の戦闘が明朝が記すところの、モンゴル人の内部構争に相当するものと見られている。ガハイエレスンで敗北を喫したダヤンハーンは退却して、 体制を立て直し、新たにオンリュートに属するアバガ部、ホルチン部を味方に加え、今度はタランテリ軍のオチで、右翼サントゥメン軍を迎え撃った。猛古元流によると、ダヤンハーン軍からは、ホルチンのブルハイバートル退治、ウリアンハイのバートルバヤハイ、ジャルートのサインチャキジャ、ゴートクハルハのバガスンタブナン、ケシクテンのバートルオロムの5人が先鋒として先駆け、トゥメト軍には、 ハルハ軍が、ヨンシエブ軍には、チャハル軍が、オルドス軍には、ウリアンハイ軍が、それぞれ相対したという。戦いの半ば、オルドス軍は、バイチュフルダルハンらの突撃によって、ウリアンハン軍を2分し優勢にあったが、モンゲクという騎手が、バルスボラトが奮戦するのを見て、これに投降し、これを契機として、右翼サントメン軍は劣勢となり、最終的に敗走した。 モンゴル年代記ではこの時マンドライトイブラヒムは殺されたとするが、実際には、両名は残存勢力を率いて西方に逃れ、最終的にココノール地方に定住した。ダランテリ軍の戦いの年代に関して、アルタンハーンデンの白い馬年と急変更変成校といった漢文資料の聖徳4年という2つの記録がある。しかし、 明日六には聖徳四年に、イブラヒムが、オルドス地方に現れ、その後さらに西方に移住していったという記録があり、これがダラン、テリ軍に敗れて敗走するイブラヒムの足跡であると考えられている。このため、ダラン、テリ軍の戦いはイブラヒムが、オルドス地方に現れる直前、1509年、秋頃のことであると推測されている。現在のチンギスカン病。 猛古源流によると、ダラン、テリ軍における、勝利の後、ダヤン・ハーンは、右翼サントゥメンをことごとく下し、ロクトゥメンの大国人を拾い集め平和にして、主の八白室の神前から、ハーンの称号を改めて取ったという。そして孫のボディアラクを、後継者に、バルスボラと、ジノ位に定め、これまでの戦いに、功績のあった者を称え、オーダルハンの称号を与えた。 西方に逃れたマンドライ、イブラヒムは未だ健在でダヤンハーンと敵対し続けた、ものの、右翼サントメンの遊牧民は大部分が、ダヤンハーンの統治下に入り、ダヤンハーンは、モンゴルの大部分を再統一することに成功した。ダヤンハーンは征服した、諸部族に改めて自らのモロコを分布し、 モンゴルのすべての有力部族が、自らの血を引く皇族によって収められるように定めた。ダヤンハーンの一連の征服戦争と、諸子文法によって、ハーンを区別とするような、サイトは姿を消し、ダヤンハーンの子孫による、モンゴル支配が実現した。ダヤンハーンの11人の息子のうち九人が子孫を、残すが、それぞれは、婿入りした諸部の従来の部族長の上に君臨する。 領主となり、20世紀に至るまで、モンゴル貴族の家系として全モンゴルで繁栄することになる。モンゴルにおいて現存する、チンギスカンの後営は、すべてダヤンハーンの子孫である。ダヤンハーンは長らく分裂状態にあった、モンゴル高原の諸部族を再統一し、6つのトゥメンに再編成した。この6つのトゥメンは、多くのモンゴル年代記で、 ダヤンハーンのロクトゥメンとして特筆されている。ロクトゥメンという概念は広く、モンゴル人の間に受け入れられたため、17世紀に編纂されたモンゴル年代記ではこの時代の政権を、指して、ロクトゥメンのモンゴル国とも表現している。ダヤンハーンのロクトゥメンは、左翼と右翼に分類され、前者を、左翼サントゥメン、後者を、右翼サントゥメンと呼称することもある。また、 モンゴル年代記の一つ、白頭寺には、ダヤン・ハーンのロクトゥメンを称える、ロクトゥメン三家が所集されている。この、ロクトゥメン三家は、オルドス市、エジェンホローに位置するチンギス・ハーン病にも、幸いある宴の儀式として伝えられており、モンゴルの各地方で様々な様式で歌われてきたものと見られる。ハーンに直属する部族で、マンドゥルン・ハーンが率いていた勢力の後ろを見、 ダヤンハーンの長子、トロ・ボラトが受け継ぎ、ダヤンハーン以後のハーンは、基本的に、チャハルのトロ・ボラト王家から排出された。ハルハ川を根拠地とする部族で、現代の左手の五十家の後栄。比較的早い段階から左翼と右翼に分裂しており、左翼イコール内ハルハ5部は、あるボラトが、右翼イコール外、ハルハ12部は、ゲレッセンジェが受け継いだ。 検定3一体を根拠地とする部族で、種の黄金の棺を守るリアンハン千人隊の、光栄。ダヤンハーンの死後、反乱を起こして解体されてしまった。ボルフジノンが率いていた勢力の後ろ身で、オルドス地方に居住しその語源となった。ダヤンハーンの大密語バルスボラトが受け継ぎ、さらにその長子、メルゲンジノンの家系が継承した。 現在の夫婦ホと一体を根拠地とする部族で、ドーラン大事及び、トゥルゲンが率いていた部族の後ろ身、ダヤンハーンの大密語バルスボラトが受け継ぎ、さらにその次男アルタンハーンの家系が継承した。西方出身で後に、アスト・ハラチン部を三下に収めた部族で、ベグ・アルスランが率いていた部族の後ろみ。ハラチンとヨンシエ部に分割され、前者を、 バルス・ボラトの息子・ボディダラが後者をあるボラトが受け継いだ。ダヤン・ハーンに関する年代は資料によって大きく異なり、多くのモンゴル史学者を悩ましてきた。特に日本の東洋史学会では、和田清志、萩原淳平、佐藤町岡田秀弘といった人物が、ダヤン・ハーンの年代についてそれぞれ異なる説を主張した時期があり、これをダヤン・ハーン論争とも呼ぶ。 このうち、萩原説と佐藤説は、モンゴル年代記が記す、ダヤンハーンは、実は、バトゥモン家とバイアンモン家という二人の人物の業績を合わせたものだとする説であるが、これは漢訳、蒙古源流の語訳に由来するもので成り立たないと、岡田秀弘が主張している。しかし、この、ダヤンハーン論争後にうモンゴルでは新たに、アルタンハーン伝という重要資料が発見され、 中国のモンゴル私学者らによって、アルタンハーンデンに基づく新たな学説が唱えられるようになった。現在では1473年、1474年、出生、1479年、1480年に7歳で、即位、1516年、1517年に44歳で、死去という説が広く受け入れられている。モンゴル年代記。 漢文資料は一致して、ダヤンハーンに11人の息子がいたことを伝えている。モンゴル年代記は、ダヤンハーンのモロコの多くが双子で生まれてきたとするが、これをそのまま信じるとマンドゥフイは3組もしくは4組の双子を続けて出産したことになるため、双子で生まれたというのは疑問視されている。全体としてみると、バルスボラと、アルスボラと、アルボラとの3人が、 右翼サントゥメンを相続し、左翼サントゥメンについては、ハルハオ、アルチュボラトとゲレセンジェが分割し、その他のモロコがチャハルの核、オトクを相続した形となる。ロクトゥメンの中で唯一解体されたウリアンハントゥメンを相続した者はいない。また、右翼サントゥメンは、後にバルスボラトの子供たち、メルゲンジノン、アルタンハーン。 バイスハル、ボディダララが事実上の支配者になり、アルスボラトケ、アルボラトケは相対的に弱体化し、バルスボラトケに霊属することとなった。ありがとうございます。